ベイチャンネル、ベイちゃんのおもちゃ部屋。どうも、ベイちゃんです。今回紹介するのはこちら、デラックスバルバラッシャーです。はい、こちらは主人公の仲間である黒金スパナが変身に使用していたアイテムになります。変身と武器ですね。はい、変身した後はね、武器として使っています。で、こちらを買うとこの3枚のケミートレカが付属しますというわけで、中を開けていきたいと思います。はい、中身を取り出すとこのような感じです。カードが3枚とバルバラッシャー本体1本が入っております。はい、じゃあ1枚ずつカードね見てみましょうか。はい、じゃあまずマットウィールですね。 SR のカードで、まあ、程よく光っております。はい、こんな感じ。6番ですね。裏はこう、はい、次ガッツショベル、はい、こんな感じの光り方ですね。で8番、はい、はい、で火消す9と、はい、火消す9も光っております。はい、3番ですね。はい、でバルバラッシャー本体はこんな感じでね、やっぱりデラックスおもちゃなので、ギュッてしてます。当たり前ですけど、本編だともっと大きくって長いんですけど、まあ、この刀身の部分も結構長くて厚いんですけど、まあ、おもちゃとなるとこんな感じで、まあこれぞデラックス玩具っていう感じのサイズになっていて、いいんじゃないのかなと思います。はい、この持ち手もね結構太くて、大人が持っても太いなって思うタイプの、持ち手ですね。はい、なんかちっちゃいっていうものもね、おもちゃになるとあるんですけど、これは逆に太くてちょっと持ちづらい感じもあるけど、安心して持てる、掴める感じのサイズ感ですね。はい、で、この先端の部分とカードを入れた時の枠になる部分はシルバーの塗装がされていて、角度によってねキラッと光ってかっこいいですね。はい、でこの紫の部分は軟質パーツになっていて、危なくないようになっています。裏から見ると肉抜きがすごくてね、はい、このように柔らかい感じですね。はい、でここがロック解除ボタンで動きます。はい、でカードを入れるという仕組みですね。はい、でここが稼働します。ここも稼働します。このレバーも動く。これも軟質ですね。でもここのレバーとこの引っ張る部分はダミーギミックっていうんですかね、直接連動するスイッチにはなっていないです。ここのボルトの部分だけは必殺技の時に使うんですけど、劇中だとここ使ったりもしてたりするんですけど、おもちゃではここは動かせるけど、音声との連動はないですよっていう部分ですね。はい、であとはサビ加工というか、サビ塗装というか、サビ表現っていうんですかね、はい、もしっかりされていてかっこいいですね。こういうところもね、あるだけでだいぶ印象が変わりますからね。もう全体的にサビが入っております。黒い部分も灰色の部分も入っていて、裏面もしっかりと表現が
されております、はい、で裏もしっかりデザインが入っていてね、モールドなんかもしっかり入っていてかっこいいですね、はい、ここスピーカーとスイッチとここ電池ボックスですね、はい、ここにもねボルトのデザインが入ってるんですよね、はい、でこのカード入れた時の窓になる部分はスパナのデザインが入っていて、開けた時もねここにちゃんとスパナがいるんですよね、見るからにスパナですね持ち手もスパナ、全体もスパナなデザインになっております。でこの角度で見ると銃口が見えますね、はい、ここにもね銃撃武器としても使えるので銃口があります、はい、まあ、全体としてはこんな感じです。じゃスイッチを入れていきたいと思います。ではスイッチ入れていきます。はい、ここは発光してバルバラッシャーという音声で電源が入ります。そうするとトリガーを押すと攻撃音が鳴ります。はい、こんな感じですね。でここを押しながら開けるとガキンゴキンってなります。はいでここは回すと、はい、このように必殺技をする時の音声がね流れるんですけど、まあカード入ってないのでこんな感じですね。ではカード入れて変身遊びやっていきたいと思います。鉄砲、はい、今のでバルバラドへの変身が完了します。バルバラドはね変身ではなくて鉄砲っていう掛け声でね変身をします。はい、それがまたね仮面ライダーとの差別化があってかっこいいポイントの一つかなと思います。はい、で最近のあれですね、2週前ぐらいの放送では敵であったラケシスがね今味方側にいるんですけど、ラケシスがこれをね複製していただいたものを手に入れて、それでねバルバラドへ鉄鋼していましたね。はい、まあ、それもあってこのバルバラッシャーの価値っていうのはちょっとね上がってるんじゃないのかなと個人的には思っています。はい、では必殺技やっていきたいと思います。はい、劇中だとねこちらの2枚も使用して強化練成をしていたのでそちらもやっていきたいと思います。
はい、劇中のように強化練成をやってみました。はい、といった感じで、他のケミートレカと連動遊びっていうのはやっぱ当然ながらできるんですけれども、ビークル属性とオカルト属性は個別認識してくれるようです。はい、ここのマークですね、カードのここのマークで属性の判断をするんですけど、ビークルとオカルトは仮面ライダーバルバラドになった時に使うカードなので、それもあってか最初からこちらのアイテムはその2種類は個別認識で、それぞれのカードの名前を呼んでくれます。はい、その他の属性は属性名を言ってくれるんですよね。ホッパーワンとかならインセクトとか、ゴリラ先生だとアニマルとか。はい、なので一応そちらの音声も聞いてみましょう。はい、一応ねこのようなカードを準備してみました。はい、1種類ずつね各属性のカード1枚ずつ適当に選びました。で、レベルナンバー10とかもね織り交ぜつつ、自分もまだ聞いてないでどんな音声になるのかっていうのと、あとここら辺は特別なカードですよね。ここら辺はどういう認識なのかなと思って選んでみました。レジェンドライダーと、映画でもらった、属性がちょっと特殊なやつと、あとマッドウィールじゃなくてマッハウィールですね、バルバラド仮面ライダーになる時のカードと、ここもまた特別なガチャードの属性絵柄のやつですね。はい、こちらを鳴らしていきたいと思います。Thank you.
はい、各属性一気にね音声聞いてみました、やっぱりあれですね、あのオカルトは個別でズキュンパイアって名前を呼んでくれたので、まあオカルト属性のカードであれば名前を呼んでくれます。で、あの大気音もね、あの特別なものになっておりました。はい、他とは違う音声が聞けましたね。はい、でマッハウィールの方はマッハウィールでちゃんと個別で呼んでくれましたね。はい、まあ、自分としてはスペシャルとかそういった違うカードとしての認識かなと思ったんですけど、ちゃんとビークルの属性認識でかつ個別で名前も呼んでくれたので、最初からね音声が入っていたっていうことにちょっと驚きました。はい、まあ、でもちゃんとね呼んでくれるっていうのはいいですね。はい、でこちらはスペシャルでしたね。はい、まあ、これあれさっき映画でもらったやつって言ったような気がするけど違いましたよね。なんだっけ、クロスガッチャリブ、違うの、エクスガッチャリブ、名前がちょっとねあやふやになってちゃった、エクスガッチャリバーでしたよね。あれを買った時に特典でついてきたカードでしたね。はい、でこちらの2枚は仮面ライダーっていうね認識でしたね。はい、まあどっちも確かに仮面ライダーではあるので、はい、そのような認識音声でしたね。その他はもうみんな共通大気音で各属性の名前を呼んでくれるっていう感じでしたね、こちらのカードはね。はいはい、あとはせっかくなんで仮面ライダーバルバラドへも変身していきましょう。変身。はい、いかがだったでしょうか。もう本編で35話になって、もうだいぶ終盤に差し掛かってきているんですけれども、ここまで来ても、ラケシスが後を継いでバルバラドになってくれるっていうことで、あのバルバラッシャーの変身アイテムとしての活躍の場ができたっていうのと、まあ、武器としてもね、あの仮面ライダーバルバラドになったスパナが使うっていうことで、スパナが使い続けているっていうことでも価値はあるし、変身、バルバラドに変身するアイテムとしてもラケシスがしてくれたので、そちらの価値もね、出てきて、これはもうメモリアル化はするんじゃないのかなと勝手に思ってるんですけど最近ねデカ武器も多く出てきていますので、もうこれはもう放送終了後とか放送終了間際になったらもうバルバラッシャーメモリアル化でデカ武器として出しますっていうのがね来るんじゃないのかなって個人的には思っています。音声セリフもねスパナだけじゃなくてラケシスのとかも入れられるようになりましたしね、ラケシスが使ってくれて、
で、まあ、ベルトじゃないので連動がベルト連動をしなくてもいいものなので、カードもちょっと大きくなってもそのメモリアル版が出るとしたらそれ専用のサイズのカードがになってもね問題なく、出せるんじゃないのかなと思うので、まあ、これはメモリアル化期待ですね。はい、まあ、買うか買わないかは別として、まあきっと買うと思いますけど、はい、やっぱりね大人サイズのバルバラッシャー持ってみたいですからね。あのなかなか自作する改造するっていう技術は自分にはないので、やっぱそういうあのプレミアムな商品を買うしかないかなと、はい、思っていますので、はい、続報じゃねえな、あの今後のあのおもちゃの動向に期待しております。はい、まあこのデラックス玩具もね、デラックスのやっぱ良さっていうのがあると思うので、まあ、ちびっこももちろんそうですし、まあ大人もね、まあなかなかやっぱ子供向けっていうところでちょっと買いづらいとかはあるかもしれないけど、まあ今ね、あのネットショッピングなんかもあるので手軽に買えるかなって思いますので、あのまだまだバルバラッシャー活躍すると思うんで、まだ手に入れてない方は手に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、この動画高評価チャンネル登録していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。コメントもお待ちしておりますので気軽にしてください。はい、ちゃんと読んで、返信はさせていただこうと思っています。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。